皆さんこんにちは。レック専任講師の熱田です。それでは2023年1月 FP 本試験3級の公表を始めていきたいと思います。まず1月の本試験を受験された皆様、お疲れ様でした。で、今回は3級のですね、学科試験と、実技試験の中の日本 FP 協会が、実施した資産設計提案業務の、解説、公表と、あと同じく、金融財政事情研究会が実施した、個人資産相談業務、こちらの、解説公表というものをやっていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。でまずですね、こちらなんですけども、すでに実施団体からですね、回答が公表されております。なので、回答を、確認いただければ大丈夫なんですけども、もしかするとまだちょっと、見れてないとかいう方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと最初に簡単というか、答えだけ申し上げていきます。でただ今現在では3級の、配点に関してはもうすでに公表されておりますので、学科試験であれば、1問1点で60問ありますので、6割合格ですから、36問、36点以上で合格という形になります。でただ実技試験に関してはですね、FP 協会の実技試験は、20問構成20問構成で、こちらは1問5点ということになっているので、100点満点で12問以上、60点以上で合格という形になります。また、金融財政事情研究会の実技試験は、どの科目も共通ですが、大問が5つあります。で大問ごとに10点の配点があって、ですので10点の配点かける5問があるので50点満点の、6割30点以上で合格ということになるんですが、ただ1点だけですね、実技試験の場合は、大問1つに対して10点満点なので、必ずどこか1問が4点という配点があります。そのため、3点の配点を例えば、15問あるので小問で15問、大問5問かける小問3問で、15問あるんですが、6割だと9問で9問で合格できるかというと、場合によっては3点の配点のところ9問だと27点にしかならないので、場合によっては9問、6割、獲得した問題数だと受からない可能性があるので、もし問題数で考えるならば10問取れれば必ず合格です。15問中10問、10問、全部が3点だとしても30点になるので合格ということになるので、ちょっと問題数だとですね、9問で合格できることもあれば、合格できないこともあるというところなので注意ください。ただ現在は実施した団体からですね、配点が公表されていて、大体手間のかかる問題とか難易度の高い問題が4点ということで、4点ももう全て分かってますので、そこのところで、採点ミスはないと思うので、ご自身がですね、30点以上取れてるかどうかというのを確認いただければということになります。ではちょっと簡単に先に学科試験、共通の試験の学科から見ていきたいと思いますので、まず、学科試験を、ご準備ください。で学科試験の場合は60問ありますけども、前半30問が正誤問題ということで、正しいか誤っているかという形です。で後半30問は三子択一ということで、1、2、3の中からいずれか1つを選ぶという形になってます。で難易度的にはですね、これは個人的な、考え方なんですけども、正誤問題の方が難易度は、もちろん、難易度の低いものもあれば高いものもある。三子択一の方がどっちかというと解きやすいんじゃないかなというふうに思いますので、丸×正誤問題は分からないとですね、いくら考えても分からないので、2分の1の確率でというところになってしまうんですけども、3択の方がですね、比較的解きやすいのかなというところにはなります。はい、ではちょっと最初、見ていきますので、まずライフからです。全て、ライフ
リスク、金融、タックス、不動産相続という形で5問ずつ流れて前半30問。で、後半も同じくライフ、リスク、金融、タックス、不動産相続という形の5問かける、6科目で30問というふうになっているので、ちょっと先にですね、前半30問のところからやっていきます。で、まあ、正誤問題なんですけども、答えはマークシートで1か2を丸、それをですね選択しなければいけないんですけども、ちょっとわからないので丸×という形で申し上げていこうかなというふうに思ってますので、じゃあ最初の、1から5まで見ていきます。まず問1が、×、問2が×、問3も×、問4も×、問5が、丸と、ちょっとライフだけ、××××丸、5問目だけ正しいという形になります。次6から10の、リスクです。問6が、×、問7が丸、問8が×、問9が丸、問10が×、これは交互ですね、×丸×丸×と、6が×、7が丸、8が×、9が丸、10が×と。で11から15の、これ金融ですね。金融が、11が×、12が×、13が丸、14が丸、15が丸。で今回の金融は11と12が×で、13、14、15が丸という形になります。次16から20のタックスですが、16が×、17が丸、18が丸、19が×、20が丸と。もう一度、16が、×、17が丸、18も丸、19が×で20が丸。21から25の不動産です。21が丸、22が丸、23が×、24が丸、25が×。今回の場合、不動産は21、22が1、23、あ、1じゃなくて丸、23が×、24が丸、25が、×となります。最後の26から30の相続ですが、26が丸、27が丸、28が×、29が丸、30が×と、26から30もう一度ですが、26、27が丸、28が×、29が丸、30が×となります。これすべて一問一点です。で後半の、31から60の、三子択一ですが、31から35のライフですが、31が1、32が3、33が3、34が2、35が2、もう一度31から35が、1、3、3、2、2です。次36から40の、これはリスクですが、36が2、37が3、38が3、39が2、40が1、もう一度36から40ですが、2、3、3、2、1です。次41から45の金融ですが、41が2、42が3、43が2、44が1、45が1、もう一度41から45ですが、2、3、2、1、1。次46から50のタックスですが、46が1、47が3、48が1、49が3、50が1、もう一度46から50ですが、1、3、1、3、1。次51から55の不動産ですが、51が3、52が2、53が3、54が1、55が2、もう一度51から55ですが、3、2、3、1、2、56から60ですが、56が3、57が2、58が2、59が1、60が2、もう一度56から60ですが、3、2、2、1、2となります。すべて1問1点ということで、36問以上、ただ正解が取れれば合格ということになります。でこちらの簡単な、解説なんですけども、これは結局最初の前半の、30問は、正誤問題ということになっていて、例えば、ライフから見ていくと、括弧1のところは、これ行債問題に関してなんですけども、これは2級に進んでもですね、行債問題は必ず出てくるので、理解としてはですね、今回の問題だと、2行目の、途中からですが、生命保険商品の一般的な商品性についてとありますが、
一般的な商品性について説明することは資格があってもなくても、これは特に制限はありません。制約はないです。ですから別に禁止されてもいないと。ただ個別的あるいは具体的なものについてだとこれはダメ。例えばどこどこ生命のなんとかなんとかという商品みたいなところになってくるといけないので、まあ、そのように考えてもらえればと思うので、まあ、一般的という言葉があれば、これは問題ないと考えてもらっていいです。あとはですね、まあ今だと括弧5番の日本政策金融公庫の教育一般貸付、まあ国の教育ローンということがありまして、まあ教育ローンに関しては奨学金か、この政策金融公庫の、教育ローンの2つになってきますが、まあこちらについては、今、まあ、コロナ禍でいろいろな問題もあってですね、こういうところについての相談も、多いんじゃないかということで、こういう問題ができてますので、これはですね、まあ在学中は利息のみですね。で、その後、実際には返済をしていく、元金の返済をしていくというような形になっていきます。で、6から10のリスクです。これについては例えば、8番の、海外旅行障害保険ですが、国内旅行と海外旅行の決定的な違いはここにあるようなですね、地震での怪我が国内旅行の場合は対象になりませんが、海外の場合だと対象になってきます。ですから括弧8、これに括弧8、まあ、問い8は、間違っているということになります。また9番の括弧9の個人賠償責任ですが、これは今すごく加入とかもですね、いろいろ、勧誘されているケースがありますけども、こちらについては、誤ってですね、誤って、人を跳ねてしまったとか、駐車していた自動車を、傷つけてしまったとかいった場合についてはこれ対象になってくるんで、あくまでも、プライベートな形です。ですので、例えば事業にしている方が自転車乗って、車ぶつけたといった場合は、これは個人賠償のところでは、賄えませんので、まあ、事業で入っている保険で 対応していくという形になります。あと10番のがん保険のところですが、がん保険は共通の認識で持っていていただきたいのが、入院給付金については無制限です。ですから、まあ、1万がですね、通常は無制限、入院していればずっと支払われるというものになりますので、まあ、ここについては今のうち頭に入れておくと良いんじゃないかなと思います。次、11から15の、金融ですが、過去11、まあ、これまさに、まあ、自分的には、まあ、タイムリーないい問題じゃないかなと思うんですが、ちょっと読みます。米国の市場金利が上昇し、日本と米国の金利差が拡大することは、一般に米ドルと円の為替相場において、米ドル安円高の要因となると書いてありますが、これは2022年の年末までの状況ですねになります。この場合は結局日米の金利差が拡大したことによって、円がですね、152円台まで確か進んだかと思います。ですので、これは米ドル安円高の要因じゃなくて逆ですね、米ドル高が米ドル高円安の要因ということになって、今はちょっとこれ今1月の時点ですが、ドル相場がですね、円高に触れているというところもあるので、まあこういうところ、ですね、タイムリーな話題についても触れてきているというところはあります。あとは、括弧13番の、例えばこちらですね、元金125万を年利 2% で3年間運用した場合の元利合計、まあ、これは税金を無視するという形ですが、これ電卓ですぐできます。年利 2% ですから、電卓で 1.02 と押してもらって、で、ちょっと電卓によって違いますが、かけるかけるとか、かける1回でもできるメーカーがあったりしますけども、かけるかける押してから、あとイコールを2回押すと3年後になりますから、それをやるとすぐにこの金額で出てくるので、まあ、これはもう本当即答しなければいけない問題かなというところになります。14については、東京証券取引所の、市場の名前が変わった、再編されたことについての、問題ということで、ただ日経225については内容的にはこの通りということになります。はい、16から20のですね、タックスなんですが、まあ、16見ていただくと、所得税において
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は非課税とありますが、あの年金のうちですね、逆です。この老齢基礎年金、老齢、まあ、老齢がつくものについては課税対象、障害や、障害と、あと遺族、障害年金、遺族年金は非課税というふうになってますから、まあ、この違いが分かっていればすぐに、間違っているというふうな判断はできるかと思います。はい、あとはまあ19が住宅ローンの話で、まあこれはよく聞かれるところなので、まあ、通常6ヶ月以内の、に事故の居住のように表示なければならないというところになりますし、青色申告の場合は富士山です、不動産事業3人ですね、その場合は青色申告書を提出することができるということになります。21から25の不動産ですけども、例えば21のところについてですが、定期借地権のうち事業用定期借地権、これはあの通常ビジネスで行われる借地権になりますから、争いがないように公正証書によってということで正しいということになります。また22のですね、市街化区域の話ですが、これ要は一言で言うと街づくりを進めていく、まあ、現在も進められているところ、あるいは今後も進めていく地域ということになるので、22は丸 でそれと関連して23がですね、市街化区域内で行う開発行為はその規模に関わらずと、許可を受けなければならないと書いてあります。街づくりを進めたいんだから、小規模開発はいらないだろう、でも規模が大きければいるんじゃないかみたいな形で考えてもらうと、23も正しいということに、受けなければならないとあるので、これは×ですよね、逆に×だということになるので、まあ、22と23は連動して理解してもらえるといいかなというふうに思います。あとはですね、まあ、25番の概算取得費の話ですが、これはまあ 5% の間違いですから、まあ、この概算取得費は必ず 5% である、売れた金額の 5%、 これ覚えておいてください。で26から30の相続なんですが、例えば27番の住宅取得資金のこのところですね、これについては税制改正があったばかりの内容ですね。以前は、こちらですね。あ、ごめんなさい。こちらについては、1000万ですね。ごめんなさい。2000万か。2000万、ですね。27については、これ、ごめんなさい。正しいということで、受けることはできません。この場合、1000万超える場合は、超える人は受けられなくないので、まあ、これは、もうダメだというところになります。あとは、まあ、29の、公正証書遺言ですが、こちら、今、実質証書遺言の、法務局での保管というところが今タイムリーなものになってますから、まあ、そこも合わせて理解いただけるといいのかなと思います。はい、では続いて第2問のですね、三子択一なんですけども、まあ、ここのところではもう知って、まあ正しいと思うものを選んでいけばいいので、例えば32番のですね、追納に関しては、10年ということになるんで3番選んでいただくとか、あるいはですね、33のですね、増額率というところですが、これもですね、もう、変更点にもなってますので、しっかり、解けるようにしておいていただければと思います。あと35番の住宅ローンの返済方法についてですが、これについてはですね、まあ、こちらも、元利均等と元金均等の仕組みを理解してもらって、元金均等は初回が最も返済額が高くて徐々に右肩下がりで下がっていくやり方で、元利均等は毎年っていうか毎回返済額が同じなんですけども、当初利息の割合が大きくて返済が進むにつれてどんどん元金の比率が高まっていくというやり方なので、まあ、その特徴を理解していれば解けるんじゃないかなと思います。次36から40の、これリスクなんですけれども、例えばですね、37番の生命保険料控除の中の、介護医療保険ですが、これは、まあ、介護医療保険はこれで見ると123ありますが、まあ、先進医療かなということで、まあ、ただ別にここは、別に、まあ、無理して覚えていただく必要はないかなというところですし、まあ、40番のリビングニーズについての特約、これは頭に入っていればすぐ解ける問題ではないかなと思います。で41から45の、金融ですが、金融の場合計算式やっぱり覚えておかなければいけないところがあるので、例えば、43番では株式のし、投資指標のうち何とかは株価を1株当たりの純資産で除して算出されるとありますが、まあ、ぜひ、まあ、3級でも覚えておいていただければというふうに思いますし、あと44番のポートフォリオで
リスク低減効果が得られないというものについてなんですけども、これ相関係数がですね、この場合1の場合ですね、1の場合は、ですね、こちら、ダメで、マイナス1の場合が効果が最大になるというところになります。あと45番のNISA、今後も変わる予定ですので、NISA については、この内容だけじゃなくて、今後の税制改正もしっかり、頭に入れていただけるといいんじゃないかなと思います。で、タックスの、46から50ですが、まあ、例えば47番は、これ退職所得控除額の話をしてますので、退職所得控除額は20年、勤続年数20年までが1年あたり40万で、20年を超える、分については1年あたり70万、これを覚えておけばすぐ解けるかなと思います。はい、ですね、あとはまあいいかなと思います。あと51から55の、不動産ですけども、まあ、例えば51番の、登記記録の話ですが、抵当権は権利部のおつくで、記載されますので、おつくであるというところを、まあ、理解していただいたり、あとは例えば54、これはタックスとも絡みますけども、長期譲渡所得については5年を超える場合がですね、長期、もちろん譲渡年の1月1日現在ということになります。5年を超えてなければいけない。あるいは今度56番から60の相続ですが、例えば56の贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上、これは端数で切り上げるとかそういうことしませんので、婚姻期間が20年以上で、あとは最大、基礎控除、除いて2000万、だから基礎控除含めると2110万円が引けるというものになるので、これ3番が正解ということになりますね。はい、というところですかね。あとは、58番は、まあ、これはもう必ず覚えておいていただきたい、非課税限度額は500万円かける法定相続人の数。また59については、これは、相続税額の計算上の遺産にかかる基礎控除額と言っているので、今回は、相続人が B さんと、母 C さんの2人ですね。となるので、3000万プラス600万かける2で、4200万ということで1番となりますので、まあ、科目によってはちょっと難しいなと思うようなところもありますが、ただ、基本的にこれしっかり、日頃から、基礎的な学習しっかりされていれば6割は必ず取れますので、もちろん選択肢としては難しい選択肢はまああるはあるんですけども、6割という観点でいけば、取れるんじゃないかなというふうには思います。はい、続きまして今度ですね、すいません、まずちょっと協会の方から、解説していきたいと思うので、協会の問題で受けた方ちょっと、ご準備いただければと思います。でこちらは20問の問題で、毎回ですね、もう傾向はもう一緒ですから、まあ、これ、解きやすいんじゃないかなと思います。でまず第1問統一ですが、関連業法の話ということで、先ほど、学科試験のところでもありましたが、一般的なものについては特に問題がない、個別的具体的なものについては、問題があるということになりますので、今回はですね、例えば、1番、弁護士資格を有しない者が、顧客の代理人として、財産分与について話し合いを行ったということで、こちらちょっと踏み込んでしまうと、これもう個別的な内容に踏み込んでますから、アウトということで1番が正解。あとは例えば2番の、年金定期便、これについては一般的なものが、これ試算すること自体は、何ら問題はありませんから、これは問題ありませんし、3番についても、これは有料のセミナーかもしれませんけれども、従前、家庭の事例に基づく一般的な税額計算の手順ですが、税額の手順を説明すること自体は何ら問題はありませんから、まあ、2番3番は特に問題ないので、1番が正解だというふうな形で、選んでいただければと思います。で、次の、問2ですが、これキャッシュフロー表もよく出てきてですね、これについては解きやすいものから解けばいいと個人的に思ってます。例えばなんですが、ちょっと目についたのですぐやっていくと、かっこいい、かっこいいを出してみたらどうなるか。で、かっこいいを見るとですね、選択肢 1,2,3 見ると全て答えが違うということは、かっこいいが分かれば答えが選べるということで、かっこいいは金融資産残高です。意を求めるためには、前年の金融資産残高に 1% 運用した 1% 上乗せしたものと、あとはこの年の収支差額が86万のプラスになってますから、これを足してあげればいいので、702、これは万円単位で答えて、あとは、万円未満下購入とありますから、702×1.1
1.01 プラス86とやっていただくと 795.02 万円となります。ですから万円未満下購入となってますから795となるんで、3番ということなので答えは3番。これだけで終わってしまうので、まあ、今みたいな近いものがいいかなと思ってただやっただけなので、あから求めてもらってもいいんですけれども、今みたいな形い求めてすぐに答え出るというケースもありますから、まあ、こういうふうな形で、まあ、2級の場合特に同じ FP 協会の実技試験は問題数が多いですからこういう解き方も重要かなと思います。続いて第2問の3から5のところのこれ金融ですけども、ちょっと正直金融としてはこれちょっと問題が難しいかなというところですので、まあただ問4についてはですね、1年1ヶ月複利、半年複利、1年複利とかそういう計算方法なので、まあここはですね先ほどの私が電卓で説明しているような内容、これをもうちょっと言葉に表したらというところだと思うので、まあそれでまあやっていただきたいんですが、まあ回答答えは準備されていますが、問3であったり、あと問5については、まあ、これは PER とか PBR とか配当利回りというものが与えられているんです。単なるこれ市場の読み込みということなので、まあ、それだけやってもらえればいいので、まあ、ここは慎重に、まあ最低限の得点に逃げればいいんじゃないかなと思います。次第3問の、これは不動産ですね。不動産のところですが、まあ、例えばなんですけども、借地借家権のところですが、これは問6ですが、まあ、あは1年ですね。で、いについては、これ6ヶ月ですかね。だから2番ですか。2番が正解ということなんで、まあ別にここは、ここのところもですね、自分が解けるところ、あ、い、う、どれでもいいので、まず解けるところから選んでいって、それでそうすると大体通常2つぐらい、2つ取れちゃったらもう3択など終わってしまうので、1つ、まあ最低でも1つは、多分選択肢が切れると思うので、それをやりながらですね、やっていけばいいのかなというふうに思います。で問7番のところなんですが、これはですね、ちょっと3級としては難しいんですが、これ考え方の話です。で例えばなんですが、ちょっとあはわからない。でも、いのところですが、工業地域とあります。用途地域が工業地域で、でここには何が建てれるかということで、いと自動車整備工場とあります。でここで思い出していただきたいのはですね、必ずどの地域でも建てられるものがあって、これは保育所と診療所。保育所と診療所はどこでも建てれます。ということで、そう考えていくと、これに関しては保育所と診療所はどこでも建てれるから、まあ、ただ病院はちょっとわからないというところもあるので、まあ、診療所はまあ正しいだろうな。あとは、こちらですね。あのところなんで、あをどうするかというところはありますけども、ちょっとこれは産休としてはふさわしくない問題かなというふうに思うので、別にこの問題を解こうとして学習する必要はないですから、今みたいな形で、どの地域でも建てれるのが、保育所と診療所で、工業専用地域で建てれないのがあとは住宅、通常住宅とかですね、住宅ということになっていきますので、そういうふうに考えてもらえればいいので、ちょっと問い7はあんまり深入りする必要はないと思います。で問8の問題ですけども、これは、問題が建築物の建築面積の最高限度とありますから、その面積のところに建物がどこまで建てれるかという話になるので、この場合、まあ、の資料の右側に、指定建蔽率と指定容積率というものがありますが、この場合は敷地に対しての割合になりますから、これはもう建蔽率を使う問題だということで、あの容積率はこの、まあ、問題文からすぐに外していただきたいと。そうすると特にですね、道路幅とかもセットバック関係ありませんから、300平米かける指定建蔽率の 80% かけて240平米というところになりますから、まあ、ここのところはちょっと自信を持ってですね、今回は建蔽率を使う。で、建蔽率使うと1番しかなくて、で、この場合だと2番3番が1080とか1200あるんで、ちょっとこっちが正しいんじゃないかというふうに、迷うかもしれませんが、自信持ってもらって、建築面積の最高限度は、これはもう、建蔽率だというふうな形で自信持って位置を選んでもらえればと思います。はい、では第4問のリスクですね。まず保険証券の読み取りがあって、くも膜下出血で、入院プラス手術、あとはその後肺炎で10日間入院というところがあります。で今回は、この、保険は医療保険になります。でポイントはですね、まず
入院すると1日1万円が支払われる、1日目から払われる。ただしポイントは1回同一事由での入院は 1回あたり60日が限度となっています。ということは今回73日入院してますけども、60日を超える13日分はカットされてしまうので、60日と肺炎は別の病気になりますと、また10別のカウントになるので60日プラス10日で70日、あとは手術で1万かける40日で40万となるので、110万の2番が正解ということになります。まあ、ちょっとここのところは60日を超える分が切り捨てられてしまうというところの判断ができるかどうかになってきます。ちょっとまあ土井中の、損害保険はちょっと飛ばさせていただこうかなと思います。で次、第5問のタックスなんですけども、これについてはですね、案については、尾行を見るとですね、上場株式等の利益剰余金の配当とありますから、まあ、上場株式はこれ配当所得になりますから、あはこれの時点で配当所得になります。で、ですから2番3番で、保険金100万受け取ってますが、これ一時払い養老券の満期保険金ということで、でこれは20年、保険期間20年、それ20年後、満期だったのでもらったと受け取ったということなので、これ一時所得になりますから3番ですね、3番という形になります。はい。で、あとはですね、12位でちょっとすいません、割愛させてもらって、次、第6問の相続ですね、相続。で、こちらの問題なんですけども、問い13番がですね、これは、皆川さんという人がですね、亡くなりました。で、奥様の美智子さんで子供がですね3人いるんですが、ただ1人の、理恵さんですか、理恵さんはもう亡くなっている。でまだお二人、夏希さんと智彦さんという方がいるんですが、共に、相続を放棄しているというふうになっているの で放棄すると代収相続は発生しませんから、この場合は皆川さんのお父さんお母さんということで、で、心臓関係図上にちょっと辿ってもらうと、お母さんのきみこさんがいらっしゃるので、ですから今回は、法定相続人は美智子さんと きみこさんで、この場合配偶者が3分の2、ね、残りの3分の1を直系存続がということなので、1番ですか、1番が正解ということになります。あと問14のところですが、これ期間の、期間とどこにという場所ですが、相続の放棄または限定承認は基本的には家庭裁判所で、あと相続税の申告の負は相続の開始をした日の翌日から10ヶ月以内ということになってますので、まあ、これは3番ですね、3番を選んでいただきたいという問題になります。でいよいよ最後、第7問が、これがライフ、原則ライフの総合問題ということ で今回の場合だとですね、問い15を見ていただくと、木内家のバランスシートを作成ということで、純資産額を求める問題になっています。で FP が作るバランスシートは、あの買った時の値段ではなく、今売ったらいくらなのかという形になってくるので、例えば、まあ、あの預金、普通預金、定期預金あたりは変わらないんですけども、例えば今回の投資信託とか上場株式は買った時よりも値上がりしていれば、その値上がりした分を、考慮していかなければいけませんし、値下がりしていたら 値下がりしている価格を使わなければいけないというところなので、時価評価というところと、まあ、生命保険は解約返礼金で評価する。だから逆に言うと掛け捨ては乗ってくることはないんですが、掛け捨ては考えない。あと、不動産自宅マンション、これ今売ったらいくらかで、ここはもう3700万という金額が出ているので、これを加減算していけばいいと。あと、今回負債ということで住宅ローンが800万残ってますが、これ引かなければいけないので、それをやれば、確か2番だったと思うんですが、あ、3番ですね、3番ですが、これちゃんとやれば出てきますから、そういうふうに考えれば難しい問題ではないかなと思います。で問16番で、これ係数を使った問題が出てますが、2級でも係数を使った問題よく出てくるので、まあ、こちらも、しっかり、確認いただけるといいかなと思います。あとはですね、残り17、18、19、20なんですけども、まあ年金に関しての話とか、雇用保険からどんな給付金が得られるかとか、あとは、まあ、20番がですね、これは金融の問題なんですけども、外貨定期預金キャンペーンの関心ということで、
ただこれ確かに預金の金利は 8% ですが、これ1ヶ月分しかありませんから、まあ通常8ヶ月の12、これを12ヶ月で割らなければいけないということで、これらのところをですね、考えてもらう、ちょっと計算問題ではありますけれども、こういう形なので、まあ、ここのところもですね、まあ、6割をいかに取っていくかというところなんですが、毎回出るところと、まあ、例えばさっき言った例えば保険証券読み取りとか、関連業法の話とか、まあ、いろいろそういう、まあ、必ず出るところ、あるので、そういうところを、まあ、地道に取っていってもらってやっていけば、まあ、普通常通り勉強している方であれば合格できる問題ではないかなと思うので、もちろん年々ですね、実技試験も難しくなっていて、これ60分で解かなければいけないと思うので、そうなるとですね、まあ、20問なので1問3分で解けばいいんですけども、まあ、答えがあるということは、もしかしたら自分で答えが、その求めた元が答えないと間違っていることになるので、焦ってしまうこともあるので、まあ、計算問題は例えば後回しというのもありですし、あと計算問題先にやるんだったら、例えば2回ぐらいやって答えが出なければ、ちょっとその時は一旦もう保留にして次進んでいって、終わって時間が余ったら元に戻るとか、そういう形がいいと思うので、まあ、3択であることは、変わっていませんし、まあ、ちょっと難易度も、まあ、年々上がっていくというところではありますが、だからといって受からないというわけじゃないので、6割はしっかり取れますので、基礎的な学習をしてもらってというような内容になるかと思います。ではこれで、FP 協会の実技試験の、簡単な講評を終わりにさせていただきます。はい、では最後にですね、金融財政事情研究会の、個人資産相談業務に移ります。まあ、ちょっと先ほど、まあ、斜め読みではあるんですけども、問題を、見てきました。ただちょっと個人的にちょっと難しいんじゃないかなってちょっと思ってます。ということでですね、では第1問のライフからなんですが、まあ、今回は48歳の A さんがターゲットになっていてですね、まず例えば問1の問題は、これから、60歳まで A さんがですね、国民年金を払い続けた場合ということになってますので、この場合はですね、20歳から22歳の間の32ヶ月分がですね、未納になってますから、これは、老齢基礎年金の計算上反映はできないんだけども、残りについては反映できるので、120月と328月、これ足そう448月、これが分子。で、分母はあくまでも20歳から60歳の、12月かける40年の480月となるんで、分母は480月というふうになりますから、今回の場合はですね、まあ、2番が正解だというところになります。あとはですね、まあここら辺の問い2問い2問い3あたりは年金を増やす、方法とかあるんで、まあ、ここら辺はちょっとまあ見ていただくしかないのかなと思ってます。で、次の問題の金融なんですが、ちょっと金融がですね、まあこれ結局計算式を覚えていなければいけないということで、例えばなんですが、第2問のですね、問いを見ると、X 社株式の投資指標について説明ということで、例えば今回の場合だと、まずやらなければいけないのは、PER を計算で出せるかどうか。今回15倍となってますが、まず15倍でいいのか、正しいのか間違っているのか。で、仮に正しいとして、その場合、一般にその後、判断材料がありますけども、これが正しいか間違っているかということで、まあ、2箇所、ポイントがあるので、もちろん PER が15倍じゃなければ、まあ、それで間違っているということにはなってくるんですけども、まあ、計算もしなければいけない。あと、判断の指標も理解しておかなければいけないということで、ちょっと難しいなと。で、2も同じく ROEの計算と、あと判断に関しての内容なので、1と2はまあ同じような形になっているかと思います。で、配当成功についても、計算をしていかなければいけないということになるので、ちょっとまあ問い4については計算式を覚えて、まあ、指標も覚えておかなくちゃいけないので、ちょっと難しいなという気はします。はい。で、問い5については、社債の話で、社債の場合は債権ですので、債権のリスクの話があるんで、格付けとかですね、まあ、いろいろあるので、まあ、これ見てもらって、あと最終的には問い6のところで、Y 社債を、まあ、購入した場合の最終利回りはいくつかということで、まあ、債権の利回り計算の計算式は、これはまあ必ず覚えておかなければいけないところなので、まあ、問い6は確実に、まあ、これが多分点数高、あ、ごめんなさい、これについては、問い6は3点
なんですけども、こちらは確実に取ってもらって、確かに今回配点から見るというのが4点来ているの難しいだろう、結局計算式をいくつか覚えておかなければいけないというところがあるので、まあ、今回問4の方が4点なので、問4が一番この中では難しいというふうに出題者は考えているということが言えます。次、第3問のですね、タックスですね、タックス。で、こちらなんですけども、今回の場合はですね、会社員ですね、会社員の人、ということでですね、で、ただ、こちらについては確定申告とかですね、不動産所得とか、まあ、いろいろ書いてあるので、まあ、適切なものをまず選ぶと。で、まあ、問8が今回の場合一番難しいので、総所得金額は、次のうちどれかとありますが、A さん会社員ですから給与所得。あとはですね、A さんは不動産所得もあるので、不動産所得。で、雑所得マイナス5万円ですけども、これは損益通算ができるのかというようなところ、そこを、見ていかなければいけないので、まずは今回給与収入が820万あるので、給与所得控除がいくらなのかということで、給与所得控除額の表がありますから、820万なので、この場合だと820万 ×10% プラス110万という計算式。これが給与所得控除なので、820万からこの金額を引いてください。それが給与所得ですというようなところになってくるので、ちょっとここ計算、この表を使って計算できるかというところになってきます。あと、問9は所得控除の話なので、今回の場合は配偶者控除を受けるための所得要件とかですね、あと、配偶者控除を受けるときにはいくら本人から、引けるのか、控除額のところ、これは覚えておく必要があるかなと思うので、まあ、ここはそこまで難しくもないのかなとは思います。で、次が第4問ということで、これ不動産になりますけれども、ちょっとここがですね、多分自分が考えている中では、多分事業用の定期借地権というのは初めてじゃないかなと思うんですが、まず問10については、憲兵率と、容積率の上限になる延べ面積ということなので、まあ、これが多分これ一番問題が難しい、計算2つしなければいけないので、憲兵率と容積率を使った問題なので、組み合わせではありますけども、これが4点という配点が高くなっています。ですので今回の場合だとですね、まず、憲兵率であればもともと 60% なんですけども、ここのところ準防火で何を建てるのか、耐火建築物建てますから緩和される。で、過渡地ではないので、今回は 10% 緩和。あと容積率の話なんですけども、今回は12メートル、全面道路の幅が12メートルありませんから、全面道路の幅員制限、容積率の幅員制限がかかります。ですから8メートル ×10分の4ということで、320%と、容積率 200% 比較していずれか小さいものなので、今回の容積率は 200% という形で計算していくと、まあ、これが、同時にできなければいけないので、まあ、問10ちょっと、難しいかなというところです。あと11が建設協力金報酬の内容なので、まあ、これ知っていればできる話なので、まあ、お読みいただければ十分かな。で、さらに、まあ、事業用定期借地権が出てきてということで、ちょっとこの、建設協力金とか事業用定期借地権はどちらかというと2級の内容になってきているので、3級でこれ出るとちょっともしかしたらできない可能性もあるのかなということで、ちょっとこの不動産は難易度が高かったかなということが言えます。で、第5問の相続なんですが、今回は相続については、まあ、親族関係図からですけども、まず最初に遺言ということで、遺言について実質証書遺言の権利の必要の要否であったり、遺言の話であったりとか、そんなのあるので、まあ、ここはまあ見てもらって、で、問14のところですが、例えば、遺産にかかる基礎控除はもうこれ要暗記の3000万プラス600万かける法定相続人の数とか、ですね、あとは3番が相続での申告書とありますが、相続の開始があったことをした日の翌日が3ヶ月以内ではありませんので、これ10ヶ月ですから、ちょっとそこ、間違えないでくださいというところになります。で、15については課税遺産総額が1億円の場合の相続税の総額とありますの で、今回の場合相続人を決めなければいけないので、今回は A さんに万が一があった場合なので、B さんと
あとは、C さん D さんの、3人、合計3人ということになるので1億 ×2 分の1 5,000 万の、税金が妻の分、あと 5,000 万をまたさらに2分の1割った 2,500 万 ×あと、相続税の税率をかけていくのが、長男 C と長男 D の分ということになるので、まあ、それができれば15は出ますから、まあ、ちょっと冷静にやってもらえればというところで、まあ、一応これで終わりなんですけども、まあ、ちょっとまあ不動産の、難易度も上がっていますし、金融のところも計算式をですね、他の、まあ、ROE とか ROA とかそういうところ配当成功とかこういうところを覚えておかなければいけないということでちょっと難易度は高いかなというふうに思いますが、まあ、こちらも、他の取れるところを取っていけばいいので、まあ、日頃の、地道な学習されている方であれば今回の学科も実技試験ちょっとかも、実施団体によって内容は変わってきますが、どちらも合格できるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと、ねまあ、実技試験今回の資産個人資産相談業務はちょっと難しいなというのは私が感じた本音となります。ということで一応簡単にこれでですね公表終わりなんですけども、今やっていただいてあすごくよくできたしまだまだ先に進みたいなという方は2級というものが、まあ、ちょっと同日には受けられませんけども2級がありますので、まあ、ぜひ2級に進んでいただきたいんですが、ただ2級の場合は3級と違って3級の場合は特に学科試験は正誤問題で正しいか間違っているかと3択一でそこまで難しくないんですけども、2級になると学科試験が全て4択一になってくるんで4つの中から答え選ばなくちゃいけないんですけども、まあ、この場合正誤問題が4つ並ぶような意識としても意識でいてもらえればと思うんで、まあ、例えば3級の中で 1,2,3,4 同じ項目で 1,2,3,4 があった時に1番丸、2番×、3番×、4番×とかそういう判断が一つ一つできなければいけないので、なので3級で高得点取れたから2級でも高得点取れるというとちょっとそれ間違いなので、まあ、ですので、2級のところでは一つ一つのところでこの内容は丸、この内容は×で、この内容は×なんだけどどこが間違っているかという判断ができないと2級では1回で合格できないことが多いですから、3級の学習と2級の学習はちょっと違いますので、まあ、そこら辺を気をつけながら進めていただければというふうに思います。では、これをもちまして、2023年1月の3級本試験の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。